い、皆さんこんにちは。はい、来てございます。また再び、道の駅潮見坂の一般道路から入る駐車場に来ております。こちらにね、来られるにはですね、潮見坂、道の駅潮見坂にナビをセットしたら、国道23号線上の潮見坂に、行かれます。しかし海岸線を走りたいと思えばですね、23号線からは降りれませんので、どうですかね、ナビをね、あそこにある椎茸ハウスっていう、いい波だ。この砂は真っ白ですね。だいぶ水出てますね、ここは。ここね、山田所長行けって言うけど、ちょっと降りてみましょうか。どんな風なのか。よいしょ。これは渦漏れるこんなサラサラのね。
すいませんね、お仕事中。でっかい波だ。ここに出てくるんですよ、またダートにね。続いておればいいのにね。なんで続いてないんだろう。これがね、小島海岸というんですよ。さっきのところまではね、細谷海岸と言いまして、こちらの方が走りやすいですね。凸凹がない。しかし砂が混じってる。なんかこちらはサーファー多そうですね。行けるのかな、こっち。道ないじゃない。真っ白な海岸、砂浜ずっと続いてますね。これまっすぐ行くとどこ行くんだろう。行けないのかな。一応道はありますね。これ上上がってね、また下降りてくるんですよ。降りなくても行けるんだったらまっすぐ行っちゃおう。これこういう舗装道路かな。舗装というかコンクリート道路ですね、ここは。ここはダートではないのか。いやいや、危ない砂だ。コンクリートの上に砂があるもんだから、ああ危ない危ねえ。危ないな、危なかった。転ぶところだった。これは来ちゃいけない。赤羽のロコステーションもあんな風でしたね。ここに降りてくるんだろう。これどこまで行けるんだろう。ダートじゃないな、来てもしょうがねえな。
景色はいいけど。いかダメダメダメ、砂だここ。砂から抜けました。